100円娯楽は値上げするのか正直に話します。こんにちは、100円娯楽でーす。何でもかんでも値上げ値上げになっていくこのご時世、これからも100円娯楽はどんどんやりにくくなっていくのは明白。200円娯楽に改名しないんですかなんて心配をいただくこともありますが、はっきり言いましょう、100円娯楽を改名する気はありません。例えばこんな一例をお見せしましょう。中部地方にはバローというスーパーがよくありまして、パンコーナーは10年前から全く変わらず98円でやっており、僕の大好きな目玉ネポンも健在。そんなバローで嘆かわしいのはコロッケコーナー。昔は1個20円だったのに、現在は3個で198円と一般的なお値段。これは僕もショックを隠せませんでした。将来的にパンも値上げされるかもしれないと怯えておりますが、100円娯楽とは今どうやって100円で楽しむかを考えるのが真髄。最近では夜の値引きを待つ、いわゆる夜勝ちという作戦もありますが、バローの惣菜は半額になることはそうそうありません。ではこうすればいいんですよ。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。夜勝ち多店舗乗り換えバージョン成功です。ということで、100円娯楽は値上げしないんですかと2年前から言われておりましたが、問題なくここまで来れたので大丈夫でしょうと、希望的観測で改名を否定した今日この頃でした。でも値下げはしてほしいです。